はい、ここはですね、小城市にあります、清水の滝というところに来ております。一応案内板がありますけれども、ここはですね、日本の、 水、きれいな水がありますよね。あれの百景に選ばれているところでもございます。今日はですね、ここの素晴らしい場所を見せたいと思いますので、ぜひお楽しみください。じゃあ行きましょう。見てください、こちらが清水の滝になります。すごいですね、絶景ですよね。マイナスイオンめちゃめちゃ感じてます。ここもう冷たいですよ。めっちゃ透き通ってるしね。透き通ってますね。綺麗。すごい、世界の名水百選だよ。すごいね。あれ、このまま飲めるんじゃないかな、水。世界の名水百選。間違った。日本の名水百選だから。滝に打たれて修行していきましょうか。ね。
でもなんか修行とかもなんかやってるみたいですね。滝行という形でイベントとかもやってるみたいなので、ぜひあの皆さん検索されてみてください。先ほどまであの太陽が当たってたんですごい神秘的だったんですよ。上の方見てくれればさ、水の量が半端ないですよね。これを間近で見れるっていうのがすごいいいですね。ここはもうすごく綺麗な水って言われてまして、日本の、名泉と言われている100の中の一つになります。もうこれ作って飲めるんじゃないかなってぐらいすごく透明ですよ。こうやってねあの見に来られる方もたくさんいるので、あのもう結構有名なところではあるんですけど、まだまだ全国的にはマイナーなところかなというふうに思います。なのでぜひですね、ここ間近で見れるっていうのがすごくあのいいところなので、ぜひ見に来てください。上の滝がすごいですよね、水の量が。これはすごい。チャンネル登録よろしくお願いします。